ダニエル・ロバート・シュレイレスは、アメリカ合衆国、アラスカ州アンカレジ出身のプロ野球選手。左投げ左だ。2019年現在は、独立リーグアトランティックリーグのシュガーランド・スキーターズ、所属。父は1990年代に、ワシントン・レトスキンズとデンバー・ブロンコズで、ガードとして活躍したマーク・シュレイレス。メディアによっては、シュレイラとも表記される。 アラスカ州アンカレッジで生まれ、後にコロラド州ハイランズランチに移住。高校時代は野球の他にアメリカンフットボールのクォーターバックとしても活躍。ネバダ大学ラスベガス校に進学したが、すぐにアリゾナ大学へ移る。アリゾナ大学では、後にタイガースでも同僚になるライアン・ペリーとチームメイトだった。2007年のドラフト8巡目で、 オークランドアスレチックスから指名されたが、この時は契約しなかった。2008年のドラフト一巡目で、アリゾナダイヤモンドバックスから指名を受け、契約金133万ドルで入団した。この年は、パイオニアリーグのルーキー級、ミズーラ・オスプレイで3試合、A 級、サウスベンド・シルバー・ホークスで7試合に登板した。2009年は、A 級、 モービル・ベイ・ベアーズで好成績を残し、5月29日のアトランタ・ブレーブス戦でメジャーデビュー。メジャーでは、請球難に苦しみ、21試合に登板して1勝4敗、防御率5.89だった。2009年12月9日、ニューヨーク・ヤンキースを含めた大型三角トレードで、デトロイト・タイガースへ移籍した。2010年は、トリプル A 級。 トレド・マット・ヘンズで開幕を迎えたが、7月2日にメジャー昇格。2011年は自己最多となる49試合に登板。2012年をオフにノンテンダー FA となった。2012年12月18日にボルチモア・オリオールズとマイナー契約を結んだ。2013年12月18日にピッツバーグ・パイレーツとマイナー契約を結んだ。 2014年6月24日に金銭トレードでタイガースに復帰した。2015年1月9日にタイガースとマイナー契約で再契約するが4月4日に自由契約となり、26日にシカゴカブスとマイナー契約を結んだ。6月7日に自由契約となる。2016年1月13日にトロントブルージェイズとマイナー契約を結んだ。 参加の AA 級ニューハンプシャーフィッシャーキャッツでプレーし、15試合に登板して0勝2敗、防御率4.3211奪三振の成績を残した。6月30日に自由契約となった。12月12日にセントルイスカージナルスとマイナー契約を結んだ。2017年開幕前にカージナルスを解雇となり、4月9日にマイアミマーリンズとマイナー契約を結ぶ。 2018年5月6日に独立リーグアトランティックリーグのロングアイランドダックスと契約。6月2日にマイナー契約でシアトルマリナーズに移籍。2019年1月14日にボストンレッドソックスとマイナー契約を結ぶが開幕前に解雇となる。5月31日にアトランティックリーグのシュガーランドスキーターズと契約。ありがとうございます。